ここ、まあ、伊南のあたりかな、これ。になるんですけれどもね。まあ、そうですね。この、山のね、上の方にですね、ひよどり城跡というね、お城跡が、ありましてですね。はい。マイナーすぎてわかりませんが、今日はそこからね、お送りしたいと、思います。はい。そうですね、今ここに来るまでの間にね、コケコッコ共和国っていうね、まあ、滝のね、清和滝のインターチェンジのとこにある、まあ、施設があるんですけどもね、そのコケコッコ共和国で、ちょっと昼飯を置こうと思ったんですけど、行ったらね、定休日で休みで、入り口のところでね、おじさんが、今日は休みですよって言われてね、ああ、すいません、じゃあ、帰りますっていうふうに言ったらですね、ああ、せっかくここまで来てくれたんでっていうことでですね、こんな素敵なお菓子をいただきました。いや、本当にありがとうございますっていうか、こういうね、心遣いがね、またここへ来てご飯を食べたいなって、カステラを買いたいなって、卵を買いたいなって思うところだと思いますね。本当にこういうの大事だなっていうふうに思いました。はい。だからってなんかくれって言ってるわけじゃないですよ。はい。そうですね。まあ今日はですね、今この撮ってる時点では、2023年の3月中旬なんですけれどもね、もうちょっと暖かくなって、来始めてるんですが、花粉がひどいですね。で、ちょうどね、1年前の今頃に僕は、肝臓がん、だということがですね、判明したんですよね。まあ、それからね、1年間、経ってみてですね、まあ、まだ未だにね、なんて言ったらいいのかな、手探りの、まあ、生活なわけなんですけれども、まあ、1年前にね、一瞬、一時はというかな、まあ本当に死を覚悟しました。そのことについてね、まあ1年経って、この辺でね、もう一度、振り返ってみて、みたいなというふうに、はい、思います。丸腰の命を今野放しに突っ走ろうぜ、行き先はこと切れる場所で、いい歌ですね。はい、獣の細道、まあ僕のね、一つのこれ歌の歌詞なんですけど、ある意味座右の銘として、おります。はい、本当に早いものでね、まあちょうど昨年の今頃だったと思います。はい、まあ空波がね、人間ドック1月に受けた人間ドックの結果で、病院に来たんですよね、再検査という形で。はい、来てみたらですね、まあ、がんの疑いが強いと、はい、いう診断をされました。まあただね、その後、まあ、いきなりね、行って、造影剤の CT をやったわけなんですけれども、まあその後もね、予約を取って MRI、血液検査、それから、腹部超音波、いろいろな検査をね、して最終的に、やはり肝臓がんで、あるということが言われたのは、まあまだこれからね、1ヶ月弱ぐらい先の話だったというふうに思いますけれどもね。まあもうあれから、1年、はい、経ったんですね。で、初め当初、言われた時はですね、まあがんとしてはちょっと大きめ、ですね、まあ4センチぐらいのがんがあると。で、あとちょっと気になるね、小さい、粒、米粒のようなものが、ある、それもがんかもしれないと、いうような、診断を、はい、された時にはですね、まあ僕やっぱりね、自分の死というものに対して、生まれて初めて、まあ何て言ったらいいのかな、リアリティというか、まあ身近に死を感じたというか、初めてそういう経験をしましたね。まあ、でもね、その何て言うのかな、まあその僕がもうがんで治らないがんになったのかもしれないっていうふうに、自分自身で思った時にね、まあ不思議と一番初めに出てきたこう気持ちっていうのは、まあでも、でもですよ、僕は、まあ、この年まで54までまだ、早いと言われるかもしれないですけど、自分の実感としてはね、本当に十分に生きたなと、
うん、まあこれが例えば自分の子供とかのね、世代の年だったらまだやりたいこともしたいことも経験して体験してみたいこともいろいろあったと思うんですけれども、まあ僕も年もね年齢も54なんですけれども、本当に今までねやりたいことをやってきたし、で今もねこの一瞬バイクに乗ってる時もですね、自分の好きなやりたいことをやって生きてきましたんで、本当にもう十分にまず自分自身としては生きたなという点で、その、まあ、治らないかもしれないがんになったかもしれないっていうね、そのある意味その絶望感漂う中で、自分がいつもね普段やっていることですよね、良かった探し、はい、良かった探しをしたんですけれども、一番初めに出てきた良かったっていうのは、そのことでした。はい、そして、ただね、まあ、それに関してはいろいろ残してしまうね、残された側の立場からすればいろいろ大変なことを苦労すること、まあ、特にね嫁さんそれから次男に関してはねいろいろな負担をかけてしまうということで非常に心苦しいと、いう気持ちはね、僕自身が、思いましたけれども、うん、まあただ自分のね、こと自分の人生ということに関しては、ほぼほぼ、まあやりたいことはやったし、まあもう十分、生きたなっていう、実感はね、はい、持っておりました。で、そうですね、まあ、その次にですね、僕思ったのは、まあ、もしその病気がね、本当に、もう治らないような病気になっていたとしても、例えば交通事故のようにね一瞬、まあ、全くその死というものを感じない状態からですね、コンマ1秒2秒の間でね、死んでしまうという、例えば交通事故のような、そういうような死に方とは違って、まだその十分ね、じっくり、僕には、死ぬまでの時間が残されている、まあ、死ぬ準備をするまでの時間が、残されているっていうことに関してですね、これまた一つあの時僕は良かったなって、その思ったんですよね。でその二つの良かったっていうふうに思った気持ちが、本当に僕のもうなんていうのかな、絶望感を漂う精神状態を、本当に、救ってくれました。はい、でまあ家族にね、がんかもしれないと、いうことを僕は去年の今頃、言ったんですね、嫁さんとね、次男に、言ったんですけれども、その時はですね比較的こう晴れ晴れとした顔で、言えた気がします。まあ言われた方にすればねそれはびっくりするよね、お前何そんな爽やかな顔で、がんになったなんて言えるんだよっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ一瞬ね、その嫁さんと子供もちょっと黙りましたけれども、その後すぐ僕はね、まあただ、今すぐもしね最悪の状態になったとしても今すぐ死ぬわけじゃないから心配するなと、僕は言ったんですけれども、はい、まさにね、そんな心持ちだったというふうに、今考えると思います。はい、でそうですね、その後、まあいろいろな紆余曲折があってですね、名古屋の、まあ、愛知県の病院に、まあ、縁があって、入院させていただいて、手術をしていただいてですね、まあ、幸い、今日現在のところまでね、がんが再発したりだとか、まあ、他の場所に転移したりだとかということは、まあ、なさそうであるんですけれども、まあ、これに関してはね今後も、まあ、油断はできないと、まあ、僕自身は、思っております。はい、何しろ、再発の、ね、確率の高い、がんでもございますのでね、まあ、なんともその辺は、言えません。でもね、本当に一つ大きく変わったなって思うのは、自分自身が本当に自分の身近にね本当に隣に椅子の隣に座ってるかのように、自分の死というものに、身近に、こうなんていうのかな近づけたというか、体感できたというか、これはね本当に僕生きて
ている中で大きな体験だったなって思うんですね。これがなければですね、今日現在の僕はなかったかなっていうふうに思います。だからこそですね、本当に僕自身も今生きている今っていうことを一番大事にね、本当に生きていこうというふうに思いましたし、また周りの人に対してもね、いろいろとこう考えたり接したりすることが、なんていうのかな、態度というか、そういったようなのがちょっと変わったかなというふうに僕自身思っています。はい、ということをね、考えると、分かりません、本当に分からないです。これから僕、また何年後かに癌になって、その時には治らない癌にまたなるかもしれませんし、癌以外でもね、こうやってバイクに乗ってる時にね、本当に、死というものを覚悟をする間もなくね、事故死してしまうということだって考えられますから、でも、そういったようなことに仮になったとしてもね、一度そうですね、自分の死というものに対して本当に身近に寄り添ってみた、ということの経験は、いろいろな意味でね、生きてくると思います。例えば、死ぬまでの事故、交通事故、正面衝突、これ今車ともしかしたらぶつかるかもしれない、その2秒間の中、たった2秒間の生き方ですら、僕は、その身近にね、一度自分の死というものと、じっくり対面してね、話し合った人間と、そうでない、人間とではですね、その2秒間の過ごし方ですら、僕は違うものになってくるんじゃないかなというふうに、思うようになりました。はい、ということも踏まえまして、僕はですね、今こうやって、癌になってからね、1年間、経ちますけれども、改めて、今思うということは、この一言です。はい、こんなことをね、迷惑をかけたり、いろいろ心配をかけたり、したね、家族やリスナーさん、知り合いの人、友達、そういったような方に、こういったようなことは僕は発していいかどうかは分かりませんけれども、改めて、言ってみたいのは、僕は昨年、癌になってよかったなと、はい、いうように、今こうやって1年、経った現在ですね、思うように、なっております。ですのでね、皆さんもいつ、そういったような大きな病気にかかるかもしれません。命に関わるような病気になるかもしれません。でも、そういう病気になった時にでも、絶望的な状況に陥って、いたとしてもね、必ずその中に、どこか、一つの良かったを探すように、してください。それによって、どんなにか、救われるかということを、僕自身が経験しましたので、これはね、ぜひ、皆さんにも、なんていうのかな、教えたいというか、はい、実行していただきたいなというふうに、思いました。